マリアです。メイです。リサです。ピンクラテ DB 始まるよ。イエーイ。今日の企画はナイトルーティーンのご紹介です。イエーイ。もうすごく眠そうな方が右にいらっしゃいますが、はい、眠いね。この方バキバキですね。そう、バキバキに元気。ガンギマリカワキ、うん、超元気。カワキリカワキリリュウジってあったよね。この通りもう私挟まれてちょっと色が立ってないんですけど超嫌だ、超嫌だ。ネットルーティーンなんですけど、完全に夜ご飯のフード食べ終わって、のんびりモードに入ってます。だけど、これからお風呂入ったり、スキンケアしたりっていうのが あるので、最初お風呂に入ってくるんですけど、マリアちゃんから入るんです。はい、マリアちゃん、ゆうちゃんちゃん、メインの順番で。なので、一人ずつ、おのおの何か変わったことを、スキンケアとかマッサージとかあったら移していくので、ぜひ最後までご覧ください。いつもとね、ちょっと違った感じのナイトルーティーンだと思うので、お泊まり編って感じで。そうだね、3人でやったことないしね。そうそうそう、うん、なので、私見ててください。せーの、どうぞ。お風呂入ってきます。マリアちゃん上行く？マリアちゃん上行く。あのさ、メイのさ、さっきカバン紹介したじゃん。うん、それにカバン持ってきてよ。いいよ。ありがとう。マリアちゃん怖い。いいよ、寝てな。今のいい？お風呂入るまでの時間は今のんびりしたいと思います。お風呂入ってきます。いらっしゃい。ちょっと寝てるので静かにしていきます。行ってきます。何が静かな？うわっ！あったかったり。めっちゃお風呂上がりって感じ。ただいま、入り。起きたの？入ってきな。え、で待って、充電が10分。充電して入ってきな。風呂の中で使いたい？使わないと。早く行ってこい。行ってこい。行ってこい、行ってこい、行ってこい。キリン。でも眠いよ。あれ？怖いの？怖いです。こんなに可愛い。カービスした。なんで？寝てあげてよ。おやだ。うっよ。行きまーす。はーい。アヌアのシリーズ使ってます。アヌアベタベタしないからおすすめ。お風呂の中でカラコン外してないのに気づいて、めっちゃ大変でした。左の面ばっかりになりました。魔女工場の美容液かな。まだお風呂入ってない。まだお風呂入ってない。でもさあ磨いた後にママによく言われる。ずっと何かしら乗ってる。ピンクティーツリーの美容液。
あ、気になってるやつだ。人に喋った。アガーの乳液、ニプシュ。ちょっとお手洗い、トイレに入ったら元気になるんで、厄介なやつだな。クリーム。あとは髪の毛を拭いてオイルつけて乾かします。あ、まつげ美容液だけ塗っときます。今はルハちゃんがお風呂に入ってます。髪の毛長いと大変だね。本当にでも綺麗だよね、うん、ありがとう、うん、でも毛量が本当に半端ない。そう、すごい貞子みたいな映像になってる。ずっと横にいる。なんか夢に出てきた。出てきてあげる。めっちゃいい匂いする。やだ、嗅がないで。飛んでくるの。嗅がないで。なんか来た。めちゃくちゃ落ちるさ。クレンジング持ってる人いません？めちゃくちゃじゃないの。先にさ、まつげ以外落とした後にもう一回着ない。はい。そしたらあげる。あ、中学受験場所がモフモフだ。モフモフなんです。修学旅行の時いいね。修学旅行にジェラピケの女なんて言ったのか、女の子溺れちゃうよ。何泊だった？2泊3日。1日目京都で、うん、班の人と自習プラン。2日目大阪 USJ。 いいなぁ。3日目が奈良。いいなぁ。大仏。肝試しがあったの。肝試し？超怖かった。しかもペアはくじ引きなの。え、そういう、え、2人？そう、男女の最悪。でもメイちょっと怖いから、うん、でも相手もちょっとビビってるから、あの、何かを持っときたいの、うんうんうん、人をさ、掴んでた方が安心するじゃん、うん、でも掴めるような仲じゃないから、どうしようどうしよう、ちょっと掴もうとして我慢するみたいな、イエーみたいな。このパックします。ちょっと失礼、下ろして、ごめんなさい。いいよ。ブー。最悪ねずら。パックをしてる間に髪の毛を乾かします。はい。今日使ったパックはじゃん、マスク、ダイアリー、ビタミンマスクです。これ誕生日プレゼントでもらったんです。見てない見てない、カメラには記録されてる。もう一回塗るの。そう、勉強しないと。あ、まただった。すいません、すぐ当たってしまって。私もスキンケア終わりました。スキンケア終わったんで、バイバイ。バイバイ。さっきどっちだっけ、ヘアオイル持ってるってなの。合うかわかんないけど大丈夫。ないとやばいんで。こっちはお勉強しております。ゆずはもう眠たい。眠たいね。もう眠たいね。一回寝れば元気になる。一回ちょっと寝てれば。一回ちょっと寝てきます。確かに。いいよ。さん、うん。励ましてください。どうした？配信で、うん、投げ銭したんですけど、うん、全部スルーでした。マジ？今日はそういう日。なんで？今日は、ね、いつもやってあげてるから。ああ、そういう。じゃあ、そういうこと。ありがとう。嬉しい。いいやつだ。今日はダメだったか。まあ、いいです。別に。普通にいいです。ミートされてるか。そうですね。オイルを撒き散らします。
終わった。終わりました。これで3人ともお風呂に上がって、もうあと寝るだけですね。そうです。3人のナイトルーティンはこんな感じでした。あそこでマリアは宿題をしております。ゆずははもう上で寝てます。ということで、じゃあメイとマリアだけでちょっと締めてもらおうかな。いいよ。お泊まりの日のナイトルーティーンはこんな感じでした。結構もうゆるゆるとね、のんびりといろんなお話もして、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバイ、おやすみ。